ジュニアです。ということでね、ガンダムコロシアムの最適性ゲルググ編成紹介していこうと思います。8分ずらしですね。今回ね、報酬マシマシなんで、まあ、やる価値はあるんですけど、これぐらいいい編成組めないとなかなかやる気にはならないですよね。まあ、報酬一応確認しておくとこんな感じで、スパノエとかレインボーとかね、遅延2体とか、P3 体とかね、キラーとか、上限解放とか、砲玉とか、玉ドラとかね、枠解放とか出ますね。まあ、報酬マシマシで、敵がめんどくさいんですよね、でも。敵がめんどくさい敵、多め、固め、濃いめみたいな感じです。まあ、でも、集会する価値はあるんで、まあ、これぐらいいい編成組めれば、まあ、集会してもいいのかなと私は思います。でもやっぱ20回数ちょっと長いかな。まあ、でも、スタミナ効率はめちゃくちゃ良くて、スタミナ99で、こんだけね、報酬落ちるんで、まあ、スタミナ効率はめちゃくちゃいいですね。暇つぶしにはちょうどいいって感じです。はい。で、まあ、一応ね、ゲルググの性能も解説しておきましょうか。一応ね、知らない人もいるかもしれないからね。はい、こちら、上端2個持ってて、枝豆持ってて、列3つ持ってて、4ターンのスキルで6解除して、上2列をね、蝶つなぎ生成しますと。非変身でこの性能です。ちなみに、超覚醒は冬を持ってるんで、超重力でも戦いますね。で、リーダースキルね、これ落ち込んだし持ってるのも偉くてですね、落ち込んだし持ってるおかげでバッチ HP にできるから、HP の確保も容易です。ってことで、めちゃくちゃ強いキャラとなってますね。あと、枝豆覚醒これね、開けないこともできるんで、そこもね、利点です。って感じです。はい。ってことで、まあ、最適性になりがちですね。多分、これからはですね、ケリミと並んで、ゲルググ編成は最適性周回編成に入ってくる可能性が高いと思います。ガチ勢の方はね、ぜひ確保しておいてください。まあ、してると思いますけど。はい。ってことで、周回編成紹介していこうと思います。ガンダムコロシアムの最適性編成です。どうぞ。さあ、ってことでやっていきましょう。今回ゲルググ4体いるんですけど、打ち順あるのでね、動画の通りに打ってください。まず1回層ね、ゲルググ打ってずらしていきましょう。はい、ゲルググ、ずらしと。はい、これでぶっ飛ばしていきます。基本的にね、まあ、ゲルググってずらすだけなんで、めちゃめちゃ強いですね。はい。さあ、続いては2回層ね、ロック目覚め来てるけど、ロック目覚めもね、6解除あるからゲルググ関係ないからね。そして今回のね、ダンジョンはですね、まあ、おそらく、なんですけど、シバドラ潰しで水属性が多くてですね、まあ、ゲルググ使ってくれって言ってるんだとは思いますね。はい。さあ、ってことで突破していきましょう。いいっすね。さあ、続いては3回層。3回層もゲルググ打って倒すんですけど、これね、敵が陣してくるんで、できれば崩したいですね。可能であれば、この陣は、はい、下で崩したいです。はいと。さあ、で、突破していきましょう。別にね、まあ、崩さなくてもいいんですけど、崩せたら、まあ、ちょっと早くなるよねって話ですね。はい、ってことで突破していきましょう。さあ、で、続いて4階層ですね。4階層もゲルググ打ってずらしていきましょう。これね、ロックあっても関係ないの強いですね。非変身でこの性能はマジで化け物だからな。はい、OK です。これで突破していきます。はいと。さあ、続いては5階層ですね。5階層、ここですね。はい。ゲルググ打って、プラス4コンボあるように殴ってください。上にね、枝豆が4つあれば大丈夫なんで、今回は上に枝豆4つあるんで大丈夫ですね。さっきグフのところでね、崩さないと、下に枝豆全部いっちゃってる可能性もなきにしもあらずなんでね。はい。ということで突破していきましょう。はい。さあ、続いてです。続いて6階層ですね。6階層ここをゲルググ打って、ペニーパーカー打っていきましょう。はいと。さあ、ゲルググ打ってもらって。で、ペニーパーカーですね。ペニーパーカー持ってない人ね、安心してください。代用結構あります。14ターン以内に打てる2ターンダメージ吸収無効貫通スキルだったら何でも OK ですね。一番所持率高いのは片栗かなと思います。はい、ってことで突破していきます。さあ、まあ代用解説で後喋ってます。続いて、7階層ですね。7階層ここ芝ドラ打って、芝ドラじゃないわ。ゲルググ打って殴っていくだけですね。はい。これからゲルググいっぱい言うんだろうな、パズドラ生活の中で。はい。言いづらい、ちょっと。はい、ってことでゲルググ打って殴っていきましょう。はい。ゲルグ。あれか。うだ。はい。続いて8階層ですね。8階層もゲルググ打って殴っていくんですけど、ここね、別に寄生生なんでゲルググ打つ必要もないですね。まあ、打ちたかったら、わかんなくならないようにしたかったら打ってくださいって感じです。はい。ってことで突破していきます。私は打ってないですね。ちなみに上と下繋げた方がちょっと早いです。続いて9階層ですね。9階層をゲルググ打っていきましょう。はい。一応ね、一番右のゲルググ打った想定で左から打ってます。はい。打たなくていいんだけどね。まあ、一応、まあ、打ってもいいよってことでね。はい。じゃあ、殴っていきましょう。あ、はいと。さあ、で、続いて10階層ですね。10階層、ここ、ゲルググ打って、ドフラミンゴ打ちましょう。で、プラス6コンボしていきます。はいと。さあ、ゲルググ打って、ドフラミンゴ打って、で、枝豆含んでいいから、6コンボしてください。はい、組みすぎですね、多分ね、これはね。はい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 。さあ、12コンボプラス、はい、コンボ加算で15コンボですね。1コンボ組みすぎてましたけど、まあいいでしょう。はい、突破です。さあ、続いて11階層ですね。11階層ここは、ゲルググ打って殴るだけですね。はいと。さあ、じゃあ3つ目のゲルググ打ってもらって殴っていきましょう。ゲルググ。はい、ずらしと。さあ、で突破していきましょう。はいと。さあ、突破です。で、続いては12階層ですね。12階層もゲルググ打ってください。
はいと。さあ、ここで2番目のゲルググってください。はい。さあ、ゲルググ。で、ずらして突破していきましょう。はいと。さあ、11コンボ。で、突破していきまーす。はい。さあ、続いて。続いては13回答ですね。13回答ここね、火属性なんで、通番しなきゃいけないんで、ゲルググ2回打っていきましょう。はい、シャアなしですね、これは。さあ、はい、ゲルググ打って、ずらし、で、削っていきまーす。はいと。あ、で、こっからね、ゲルググも月に打って大丈夫です。どのゲルググ打っても大丈夫ですね。はいと。さあ、で、もう一回ゲルググ打って、ラン打っていきましょう。これもシャアないですね、硬いんで。はい、ゲルググ打って、ずらしと。はい、これで突破していきましょう。はいと。はいはい、突破です。さあ、続いては14回層ですね。14回層同じくゲルググ打ってずらしていきましょう。はい、ゲルググ。はいはい、さあ、ゲルググ打ってずらしで殴っていきまーす。はいと。によし。さあ、突破していきましょう。続いてです。続いては15回層ですね。15回層もゲルググ打って殴っていきましょう。はいと、宇宙のネズミが。はい、さあ。ゲルググ打ってずらしと。はい、突破していきましょう。よしと。はい、OK でーす。さあ、続いては16階層ですね。16階層はゲルググとこの花咲くや打っていきましょう。で、これで火属性なんでね、ちょっと時間がかかりますね。はい。さあ、ゲルググ打って、で、この花咲くやと。これでね、まず火属性の部分ですね。25% 削っていきましょう。はいと。はい、削りましたね。で、もう一回削って、半分切ったらですね、盾も消えるし、火属性でもなくなるから倒せるって感じになってます。はい。さあ、ゲルググ打ってずらし。あとゲルググってずらしで殴っていきますね。はいと。さあ、削って、で、ゲルググ打って突破です。はいと。さあ、行きます。ゲルググ打って、ずらし。で、殴っていきましょう。はいと。突破していきます。はい、OK です。さあ、続いては、17階層ですね。17階層、ここ、ゲルググ打って殴るだけです。はい、ゲルググ、ずらしと。で、突破していきましょう。はいと。さあ、突破です。続いては、18階層ですね。18階層も同じくゲルググ打って殴っていきましょう。はいと。さあ、ゲルググ、ずらしと。で、殴って突破していきます。いや、楽ですね。今のところとても楽です。まあ、ずっと楽ですね。はい、OK です。さあ、続いては、19階層ですね。19階層、ゲルググ打って、ペニーパーカー打って殴っていきましょう。はい。さあ、ゲルググ。で、ペニーパーカーと。よし。で、ずらして殴っていきましょう。はい、OK です。突破していきます。はい、と、ここもね、露骨にね、聞きせない、来てないですからね。さあ、続いては20階層ですね。20階層ゲルググ打って、この花咲くや、打て殴っていきましょう。めぐぶってもらったら困るとのこと。はい、ゲルググ打って、この花咲くやと。で、ずらして殴っていきましょう。はいと。さあ、突破していきまーす。続いては11階層ですね。11階層ゲルググ打って殴っていくんですけど、敵ですね、こいつ火属性なんで、4パンかかります。これはもうしゃーないですね。はい。さあ、一発でね、25% 以上削れるんで、4パーかかるんですけど、まあいいんです。しょうがないです。で、敵ロックしてくるけど、このロックはね、ロック解除あるんで関係ないから。はい。さあ、ひたすらね、ゲルググ打って殴っていきましょう。さあさあさあ。はい。さあ、ゲルググ、ずらしと。で、削っていきましょう。はいはいはいと。根を足削ります。はい。さあ、さらにゲルググ打って、削っていきましょう。はいと。さあ、今お邪魔消えちゃいましたね。もちろんお邪魔は消さない方が良かったですね、今のはね。気づかなかった。はい、ってことでラストですね。4番目です。はい。ゲルググ打って、で、もう下の火はね、崩すのめんどくさいんで、このまま殴って突破していきましょう。はい、OK でーす。さあ、そしたらね、ラスト、ボスです。ボスね、今回はニューガンダムが出たんかな。ニューガンダムはですね、ゲルググ打って削った後に、ゲルググこの早咲くやで削って、その後もう一回ゲルググゼロで削っていくってだけですね。で、サザピーの方ですね。サザピーの方はゾロを打って6消しした後に、ゲルググ打ってひたすらね、ゲルググと咲くやで HP 管理しながら火力出して削っていくっていう感じになってます。まあ、ニューガンダムが当たりでサザピーは外れって感じですね。あとの、勝てる勝てないで外れとかじゃなくて、あれね、時間でね、時間的な問題で。はい、ということで半分いったらね、ゲルググと昨夜打って、で、覚醒無効を解除して削っていきます。はい。
こっからね、縦があるんで、一般で削れないんで、こっから2パンです。はいと。さあ、削ってもらって。はいと。さあ、ラストね。じゃ、ゲルググ撃って、ゾロ撃って、おしまいです。ゲルググ、ゾロでしっかりと火力増やしてと。これでおしまいです。はいと。よし。突破。ってことでね、よかったらね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイムはこんな感じになっております。はい、立ち回りとね、タイムはこんな感じになっております。1234はね、左から1234ですね。じゃ、続いてね、代用解説やっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、ゲルググに咲くや、ゲルググに咲くや、ゲルググにミツキ、ゾロにベニーパーカー、この花咲くやにドフラミンゴ、ゲルググにアマコズミです。継承は全部スキルベ1で OK で、必要 HP は15万程度、必要スキルは14で、バッチは HP です。リタフル逆は OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が6個、各色泥鏡が必要です。バレンタイン昨夜と正月三月、これは泥鏡が役割で、泥鏡漏れれば何でも OK です。アムロとか魔法石とかアレキサンダとかカーリーとか何でも OK ですね。続いてペニーパーカーです。これはダメージ吸収と無効貫通スキルが役割ですね。14ターン以内の2ターンダメージ吸収&無効貫通スキルだったら何でも OK で、肩栗とかバルバトツの本体とかバランの本体とか、モーゴーとか正月アルテミスで OK です。続いてドフラミンゴです。これはチーム HP とスキブと3ターンヒーストが役割です。スキブ HP に注意して3ターンヒーストで OK で、まあ、学園イナとか、まあ、代用いっぱいあります。続いてアマコズミです。これはチーム HP が役割ですね。HP 漏れれば何でも OK で、アマージュとか、まあ、クレハとか、これも代用いっぱいあります。続いて本体代用のための役割ですね。ゾロはスキブ2で火力枠で、寄生性が役割ですね。ゲルルグとか、あとザクテコでも OK です。で、続いてこの花咲くや。これはスキブ2で覚醒無効回復と自動回復が役割ですね。道中の HP 注意して、ホイミスライムとかでも OK です。ってことで以上です。もしね、参考になったら高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。